Mac Corporation。 本動画では PC ソフトウェアの初回利用に必要なドライバインストールについてご説明いたします。PC ソフトウェアのインストール、管理者権限の付与は事前に実施ください。まず、検査機の準備をします。PC 通信ケーブルを接続し、電源を入れます。デバイスマネージャーを開きます。USB ドライバーを確認します。検査機が、ポート、COM と LPT、USB シリアルポートと認識されています。表示が異なる場合、ドライバーインストールを行います。もしくは、インターネット接続にて、自動でインストールがされる場合がございます。お試しください。ドライバーがインストールされていない場合、表示が異なります。他のデバイス、FT232R、USB、UART と表示されている場合は、右クリックを押し、ドライバーの更新を選択します。コンピューターを参照して、ドライバーを、検索、を選択します。NAC より配布された USB ドライバーを OS に応じて選択します。フォルダを選択し、次へ、をクリックします。更新完了後、他のデバイス、USB シリアルポート、と表示されます。もう一度、ドライバーの更新を行います。COM と LPT、USB シリアルポートと表示され、更新は完了です。対応するソフトウェアに管理者で、ログインし、設定、にて、COM ポート合わせ、検査機をご利用ください。Mac Corporation。